島木赤彦像、島木赤彦12月16日から1926年3月27日は、明治、大正時代の荒々木墓人。本名は、久保田俊彦。別号、柿の村人。1876年12月16日、長野県諏訪郡諏訪村角間に、旧諏訪藩士塚原浅治と、妻、妻の四、男として生まれる。 父の浅地は諏訪藩主として、漢学国学を学んだ近現実直な人柄で、新漢の職などに就いたが、維新後は松本師藩講習所に学んで教員となり、諏訪郡と与平村の古田学校に勤務したので、赤彦も幼少時代をここで過ごした。生活は貧しかったが、赤彦はこの自然と両親や家族の愛情の下で、のびのびと育った。 赤彦は稼働に通じていた祖母、佐代の手ほどきを受けて5歳で100人一生暗唱、7歳にして自ら望み、平田派の国学者、松沢義明の文下生であった父に科学を受けた。1881年、古田学校の初等科に入学、大変ワンパ者であったと伝わっている。1885年赤彦が9歳の時、聖母、蔡が34歳の若さで死去し、 父は、翌年にママ母、ミオを迎えた。1890年、諏訪小学校高等科を卒業した赤彦は、諏訪育英会に入って、岩田家けさ吉、寺島風絵門、三輪の三吉の教えを受けた。この頃、友人の長田一絵門、長田孝次らにごしわかや俳句をたしなみ始めた。1892年、雑誌、少年文庫に、 暮れたけのおぐ木きまでに茂り合う窓に煙るは、かやりなるラムを投稿。翌年1月には、少年文庫に、覆料の号を用いて、新大使、元旦を発表。以後、同志上で活躍する。1894年、長野県人城市販学校に進学。同級生に、矢島乙じ、大田水穂、大森中蔵らがおり、彼らとの交流を通じて、 赤彦の文学熱は著しく旺盛になっていった。市販学校では短歌、俳句のほか、万葉集に親しむ一方で、赤彦と水穂が学内における文芸活動の中心的存在となり、雑誌、文学界を通じて、島崎東村の市に傾倒し、試作活動を活発に行った。赤彦は、複霊の方のほかに、二水、二水剣の方も用いて、少年文庫、 文庫、少年園、早稲田文学、小文学、試お造詩や新聞、日本など、中央の文芸雑誌や新聞に、短歌、新大詩を発表、淡白で、感傷的な中に素朴な伝言調の詩風を持って、青年時代の全力を傾倒して、新大詩人としての存在を確立していった。1898年には、長野神城師範学校を卒業して、 北安住郡に池高い染人城高等小学校の訓導となった。同年4月、下諏訪町、高木の久保田正信の養子師として、道家長女、歌と結婚、久保田生となった。1902年、歌の死去に伴い、彼女の妹、藤野と再婚した。荒ららげは1900年、正岡式から始まった、ネギシタン家害が源である。式没後、 四季の文芸精神の継承発展と一門の結束を図ろうと、伊藤幸夫が1903年、足火を起こした。その後、編集、発行者らの意見の相違が絡み合う中、赤根、荒の木を経て1908年には荒らぎとなった。一方、1903年、足火より、半年早く、新州において、島木やかき子、岩本牧外らによって、 氷室が設立された。10月、赤彦が伊藤幸雄に送った床払いの宿二種が足火に掲載される。以後、同志に短歌、歌論を発表、伊藤とも信仰を持ち、中央歌団と積極的に接触をする。日、室は1905年に一旦休館するが、1908年、赤彦が編集、発行人となり復館。 翌1909年8月、日、室は、ら,らぎとが合併する。以降、あら,らぎは、赤彦の新州からの全面的なバックアップを受けて、編集を伊藤幸雄が中心に、小泉地下し斎藤も吉、石原淳らが交代で当たったが、編集発行はルーズになり停滞しがちであった。 伊藤幸夫が死去する直前の1913年には、斉藤も吉等と激しく対立し、休館、廃館も考えられる危機的状況となった。も吉は赤彦に休状を訴え、休館やむなしと伝えたが、赤彦が休館の不条理を訴え、全面的に支援をするので休館を思いとどまるよう、も吉を説得したことにより、も吉が休館を包囲した経過がある。 1913年発行の荒ららぎ草書第一編、島木やかひこ、中村健吉の豪著歌集、ジャガイモの花、また、第二編の斉藤茂吉の、釈行が注目された。特に茂吉の、釈行が注目されるに及んで、荒ららぎは、下段で広く認められ、発行部数の飛躍的な増加など、荒ららぎの、下段制覇と言われる時期を迎えることになった。 1914年赤彦は当時、荒ぎの編集主任であった、小泉近氏の運営を黙って見ていられず、自ら、荒ぎの再建を期して、諏訪軍志学を辞任し、上京した。赤彦は早速会計整理に着手し、平服百水の絵画反復会の開催、また会員増協作を講ずるなどの努力をはじめ、死去する1926年までの、約12年間、 あららぎの編集、発行の重責を担った。しかし時間とともに赤彦の影響を受けた、藤沢古美、土田恒平、鹿児島樹蔵高田並吉らが編集発行の中心を担うに至り、生活の現実に根差したより、堅実な社生家風を形成、赤彦も社生を通した、鍛連堂を唱えるなど、その真摯さが、あららぎ家風の進度を増したが、 反面、凶愛なものにしたことは否めず、1924年の、小泉地下市、釈長空、石原淳らが、荒らぎを脱退し、北原白州、前田夕暮れらと合流、日光を送還するに至る原因ともなった。1926年3月27日、遺願のため下諏訪町の自宅で死去、去年51、改名は、春明院同余上行、赤彦子寺。 赤彦の死は、らぎの一時代の終焉を告げるものでもあった。その後、らぎは、斉藤無吉、土屋文明が代表となって戦後まで継続し、1997年に、習慣した。しかし、らぎから派生した各結社は、それぞれに、現在も、なお活発に活動をしている。赤彦は1890年に14歳で、雇い教員となり、 教員への道を歩み始めた。1898年、長野神城師範学校を卒業して、北鼓郡池田海染神城高等小学校の訓導となるが、早くもその4月、品野教育会への議案提出に関わるなどの積極性を見せている。その後も品野教育会の帰還し、品野教育へ研究や意見を発表し続け、1911年には、 同窓会において、教育の革新についてのテーマで意見発表もしている。特に、1917年、品の教育の編集主任に就任してからは、毎号関東論文を執筆しており、1920年に編集主任を辞任するまで、学校教育のあり方、理想の教師像等をはじめ、哲学、文芸、時には、 実極問題までも触れ、その緻密な先見的論旨を発表した。初認知の池田海染め賞においては、情熱的な青年教師として、当時珍しかった野球を教えたり、個性的な教育を進めるために、家庭状況、体格、学力、性格などを細かく記録した、生徒経歴簿を作成した。赤彦は一教師として、教え子に対し熱烈な教育をするとともに、 後年は管理的立場で教育に携わることにもなった。1909年には広岡神社高等小学校の校長に就任したが様々な問題を抱え、寄与方変のある時代であり、わずか2年で1911年には玉川神社高等小学校長となった。玉川においては学校運営に独自性を発揮し、この働きにより、 壊れて1912年、諏訪軍士学となった。士学としては、学歴はなくても、力量のある者は、重要ポストにつける、人事移動等を行ったり、訪問した学校で授業をやってみせるなど、諏訪教育の改革のための期待に応えた。1914年、あら,らぎ再建のため状況を決意するまで、講師とも難問三席の中教育者としての使命を、全うした。 対正自由教育運動に対しては、北原白州など、日光の歌人が深く関わっていたこともあって、あまり評価していなかった。しかし1924年の河合運動事件にて、赤彦の門下といえる品の教育会の会員たちが、河合誠一郎を擁護した際は、それを支持した。カロンと、作風、赤彦のカロンの中心は、丹連堂であると言われている。 一心集中と言われることもあるが、これらは表裏一体のものである。これらの過論は一心の道、鍛錬せられざる心、鍛錬と徹底、また万葉集批評などに掲載されているものであり、曰く万葉集の作者は、どんな事柄に対してもやしくも歌ふとなれば、いずくまでもま面目に正面からその事柄に向き合いつている。そうして一心をそれに集中している。 そこから力が生まれてくる永久の徹底は常住の鍛錬であり、常住の鍛錬は終生の苦行である、などというのがその考え方である。近代短歌を語るとき、一般的には個人の解放、自我の尊重などという観点から語られるが、これらの観点とは程遠い、鍛錬や一心の道を赤彦が過論として持ち込んだのは、たとえ赤彦の父、朝浅が。 国学に通じ、幼きから父の訓導を受けたとしても、また、赤彦の言うように、東洋文化の骨格である儒教、仏教の二つの大きな教義を生んだ東洋人の収容がより鍛錬的であったからだとしても、それがすなわち過論になるかということには違和感を持つ者も,も多いであろう。そのような中で、これらの過論は、赤彦の実生活が愛妻を失って、すぐに、 妹と再婚しなければならなかった養子の立場と関わりがあり、この人中を強いられた環境から、このように厳格な過論を持つようになったのではないかと考える者も,もいる。また、広岡尋常高等小学校在任中の女性関係を断ち切れなかった快婚と弱さを克服するために自らに課した鍛錬道ではなかったかという者も,もいる。赤彦は、四季の写生論を承継し、 可動証券において独自の射生論を展開しているが、それをもとに赤彦の過論の全体を集約してみれば、単価における射生とは概念的な言葉をもって事象を表現するのではなく、具体的な事象と接触しつつ、その対象にふさわしい表現を鍛錬により一心の集中をもって一件の単純書に住み入ることによって達成できるものであるとする。 こうして作られた赤彦の短歌は作風としては赤寮賞と言われる。これは赤彦の宗教的直感がもたらす自然と人間が一体となった歌の境地であり、赤彦の目指した短歌の理想の境地である。一方で、この赤寮感についても赤彦の育った家庭環境と新州諏訪という寒く厳しい自然環境が影響しているとの見方もある。 歌集概要1893年から1909年までが、ジャガイモの花以前の歌とされる。この時期の赤彦の短歌は、正岡四季を中心としたネギシ波動人としての作品であり、四季没後は足火の糸を幸雄に指示し、精一杯の力量を発揮している。しかしこれらの時期に作られた歌の大方は、月並みの歌であると評価する人もいる。第一歌集、ジャガイモの花は、 1913年に中村健吉との豪著として観光。1909年から1913年の歌を収録している。柿の村人として発行しているが、赤彦が歌人として初めて世に通った重要な歌集である。以前とは一転して、新視点、新表現が現れてきている。第二歌集、キリビは1915年を発刊。 荒ららぎ再建のための状況前後の1913年、1914年の作に属し、1913年に初めて、島木やカ彦の筆名を用いて作家した以降の歌である。状況前後の激しい心の揺れが歌われている一方、八丈島の連作には、心の平安を得ていく姿もある。前作に続きわずか2年後の歌集であり、1913年に、 刊行された斎藤無吉の釈光が好評だったことにも影響されてか、作家上様々な工夫が見られるが、軸の混乱と内面の動揺を表現することになり、その結果、赤彦自身のためらいもあってか、ここの歌集は再反することなく、絶版とされた。切り火という歌集名は、中原静子との恋の火を断ち切る意味を込めたとも言われている。第三歌集。 ヒウオは1920年の発刊。1915年から1918年の歌が収録されている。この間は一心集中や鍛錬堂を提唱した時期であり、入念な写生に立脚した赤彦町が現れている。第四歌集、大挙集は1924年に発刊。1918年から1924年の作を収録している。長崎に、 斎藤も吉を見舞う歌から始まり、関東大震災からも、荒ら,らげを守り抜き、同志を背負う赤彦の自信に満ちた時期を歌っている。作家態度に動揺はなく、自己の作風を確立している。すなわち自然と人間とが一体になった、サビタデ賞と呼ばれる、赤彦の独自の世界を実現している。第五歌集、書きかけ集は1926年に発刊。 1924年から1926年の歌であり、病のため自分で編纂ができず、死後に発刊されている。古典の封印を称えるとともに、病床へは生への愛石が滲み出ている。代表家、書柿は、原歌集名では、遺体字が用いられている。赤彦は1893年、17歳の時に、新体使を少年文庫に投稿し、 以降、毎年多数の雑誌に新大使を発表しており、その集大成として1904年、大田瑞穂の矢との合同詩歌集、三条古城を発刊している。大田は三条として新大使を含む短歌を、赤彦は古城として新大使を発表している。この新大使の内容はロマン的であって写実的ではないが、 時代を風靡した中央の詩風を貪欲に受け入れており、後年作り始めた同様の世界に通じるものがある。赤彦の全作品に占める新大使の分量はかなり大きい。赤彦が同様を作り始めたのは1920年頃からと言われている。同年創刊された千葉肖像の童話を主な発表の場とした。同市では同様欄の選者も担当した。 第一童謡集は1922年、第二集が1923年、第三集は死後の1926年に発刊されている。第三集の最後が諏訪の殿様である。赤彦は童謡集の刊末ことにおいて、私には六人の子供がある。私はその六人の子供に向き合っているという気持ちで童謡を作る。私はかつて長い間、 小学校高等女学校等の教師を務めた。私は学校で私の教えた多くの子供に向き合うた心持ちを思い、回しながら童謡を作る。と、童謡作りの動機を語っている。一方この時期、北原白秋が童話童謡雑誌、赤い鳥に次々と童謡を発表していることが、赤彦の童謡創作の刺激になったことも考えられる。また赤彦は、 理想の童謡を、失素純白な童謡と言っており、童謡においても本体は、万葉集から出て、短歌と童謡の赤量感を持っている。曲が付けられた童謡としては、カラスや、月をつらら、山の家、予儀者がある。当時の風潮に逆らって、童謡集に音符を付けなかったため、赤彦の童謡は後世にあまり伝わっていない。赤彦の短歌の弟子から、動謡の弟子に転じた、 島田忠夫は、童話の投稿者の中では、金込鈴や佐藤義美と並び称される詩人であったが、赤彦の影響下にある失踪で、写実的な作風は、児童の感動を内面から押し出す姿勢に欠けており、その後は忘れられた、童謡詩人と呼ばれることになる。このか、赤彦は俳句、小歌、小曲、今用などを作り、また小説物語、三文、寄稿文、 新聞掲載エッセイ等多数の作品を表している。4月から1970年4月増補裁判、岩波書店。ありがとうございます。